浩二さん、最高っすね、この今回の動画。まあ久保哲郎総理大臣にってところはちょっとねビビっちゃうんですけども、いやーなかなか良かったですよ。関西弁すごく流暢じゃないですか。むちゃくちゃ似合ってましたよこのね、なんて言いますかね、キレのいいトーク、うん、まあ、私倍速でいつもね YouTube 再生してるんで余計そう思うんでしょうけども、なんかパリッとしてましたね。浩二さんだからこう、なんて言いますかね、役作りというかこういうコーナーでということだったら結構これいけるんじゃないですかね。まあでも本当にね、言いたいこと言っていただきましてありがとうございます。そして私のリクエストに答えていただいて、ちょっとねびっくりされた方もいるかもしれませんけども、この浩二さんのこのね、なんかちょっとこうおヤクザさんみたいなトークって結構似合ってますよね。動画概要欄に浩二さんの動画ちょっとつけときますんで、どんなやつや思う人はちょっと見ていただければいいんですけども、いや私このねパターン好きですね。結構ね、今までいろんな YouTuber さん見てきたんですけども、浩二さんにこの役ってのが一番合ってるんじゃないかなと思いますんで、もしね一般公開しにくいようでしたら限定公開でたまに出してくださいねなんか世間に勝つみたいな感じでね、勝つを入れてもらいたいと思いますんで、まあ正月の余興ということでね、今回は皆さんびっくりされた方はご容赦いただいて、でも浩二さんね、これもしねいいんじゃないのって声があったらちょっと考えてみてください。やっぱりこう YouTuber っていうのはある意味タレントですからね、何になりきるのかっていうところもありますから。でも本当なんか似合ってましたねはい、じゃあ今はこんな感じですね。浩二さんありがとうございます。失礼します。